ごきげんよう大丈夫チャンネルです。毎週金曜日21時30分からの5分間、お耳を拝借いたします。牛村恵子でございます。銀貨というリサイタルを失敗しちゃいました。でも大丈夫。2年後成功します。大丈夫な明日を一緒に想像しませんか銀貨リンクを貼っておきます。 よろしければご覧ください。再挑戦する銀河への一言と日々の思いを伝えます。GHQ のな申し子、世代、若きには欧米映画に心奪われ、今 BTS だ、韓国ドラマだにご中心、まさしく我が母である。その姿を見ているとプロパガンダのある 仕組まれた感動に思いが至る。私とて参政党の演説に感動して入党した。感動は厄介だ。感動から生まれた信頼を手放すとき、それは感動した自分を裏切ることに同義だ。痛い。プライドがあればあるほど痛い。もはや感動を与えた人間の問題ではなく、自身としての 葛藤となる厄介この上ない地位だ名誉だ外軍だ見えだメンツだに立脚していたらどつぼにはまるやもしれん。なんちゃってが感動した自分をいとも簡単に手放させたりする。私は参政党を手放した。 感動したくて、辻井信之さんのピアノを聴きに行く。感動を与えてくれるという信頼に一生懸命お金を払う。裏切られない芸の力は人間に信じることを許す。夏目漱石の草枕の中にこんな一文がある。越すことのなら,ならぬ世が、 住みにくければ住みにくいところをどれほどか安らげて、束の間の命を束の間でも住みよくせねばならん。ここに詩人という転職ができ、ここに画家という使命が下る。あらゆる芸術の死は、人の世をのどかにし、人の心を豊かにするがゆえにたっとい。住みにくき世から住みにくき煩いを引き抜いて、 ありがたき世界を目の当たりに映すのが詩である。絵である。あるは音楽と彫刻である。その先ぜひにも味わっていただきたい。あらゆる属性の長寿よりも幸福であると書いてある。いかにすれば幸福であると断じられるのか。 プロパガンダの潜む感動をさせられる熱狂と芸術人間の自然の営みによる感動で魂が清められる様は似て非なるものであったプロパガンダの影を感じたら一歩退くことにする 人間なんてララ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 人間なんてララ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 である銀河に一言カティンがロイヤル・アルバート・ホールで着信音をラプソディ・イン・ブルーに取り込んだ 豊かだ。束の間のおさらば。六月七日の金曜二十一時三十分。またお耳にかかります。あなたの大切な五分。ご一緒いただいてありがとうございました。大事なあなたに。良き夜を。良き物語をお祈りいたします。 大丈夫チャンネル、牛村恵子でございました。